こんにちは。今日はまた脳科学の話をしていきます。我慢は適度にしないと反動が大きくなってしまいますよっていう、そんな話をしていきます。まあ、これのことをモラル正当化効果って言ったりするんですけれども、今日は例え話をしてから進んでいきたいと思います。これとある親戚が亡くなったとしましょう。その方が亡くなってあなたに莫大な遺産が手に入りましたと。でその直後にチャリティー団体があなたの元に現れて、で寄付を要求してきたんですね。いくら寄付をお願いできませんかと。まあ、あくまで仮想の設定なので、まあ、喜んで寄付するという選択肢を取ることにしました。で一方で財産を手にしたのが友人だったとします。で同じ質問をすると友人も寄付するっていうふうに答えてるんですね。さてここで質問なんですが、寄付についてどちらの質問をした後に算数のテストをするとカンニングをする傾向が高かったでしょうかということです。はい、これは選択肢2つあって、自分が相続したお金を寄付すると答えた後の方がカンニングが多かったのか、あるいは2番目、知人が相続したお金を寄付すると答えた後の方が算数のカンニングが多かったのかっていうと、これは1番の自分がお金を寄付したっていうふうに答えた後の方がカンニングする傾向っていうのが高かったんですね。でこれなんでかっていうと、人っていうのは通常自分は道徳的な人間だと、モラルがある人間だっていうふうに思ってるんですね。ところがその道徳、要はお行儀よくしてルールを守ってっていうことをやりすぎると反動がいつか来てしまって反道徳的な行動っていうのを取るようになってしまうんですよ。で人はいいことをした後にこれくらいならいいんじゃないかっていう風に気が緩んで、まあ、モラルにかける行動を取るっていう傾向が、まあ、高くなるといいますか、確率が高くなるんですけど、皆さんもちょっと身に覚えがあることとかってないですかね。例えば、まあ、仕事で成果を出した後にこれまで我慢してきてたお酒とかを飲みまくってお店で騒いでしまったりとか、あるいはカロリーゼロの飲み物を飲むんだったら、クリームたっぷりのショートケーキを食べても問題ないよねと、という風、まあ、これでカロリーを抑えてるんだからいいよねっていう風に思ってしまったりとか、他にもよくあるのがいつも朗らかで、全然怒らないで我慢強い優しい人がある時急にプツンとうわーってめっちゃ怒ってきたりとか。だからストレスっていうのは適度に発散しないとやばいことになるんですよね。よくおしどり夫婦だって言われているような人たちっていうのが熟年になって離婚をしたりとか、最悪なケース、例えば奥さんが旦那さん殺してしまったとかっていうのもこういった例だったりするんですよね。だから一見外から見た時に仲良さそうな夫婦があってもお互いにストレスが溜め合っているっていうようなことがあったりしますよっていう、そんなお話です。だからちょっと前に言ったようにストレスは適度に発散するっていうようなタイミングを持っておかないと、いつかその沸点っていうのがパッと超えた瞬間に自分だけではなくて周りにも危害を加えてしまう可能性が高くなってしまうということです。はい、ですからそうならないために何をするかっていうと、まあ、いろんな方法はあるんですけど、今日はものすごく簡単な方法でチートデーっていうのを設けましょうと。チートです。はい、で何か大変な仕事とか我慢しなくちゃいけないことに取り組んだ後っていうのは、ハメを外す日っていうのを定期的に作っていくことっていうのが大事になります。でできればそれはこの日のこのタイミングとかっていう風に決めておいた方がいいんですけど、それはなぜかっていうと、人間は習慣化の生き物ですから、脳がいつもと違うことをやってしまうと逆にストレスになったりとか疲れを催してしまったりとかっていうのがあるので、定期的なこのタイミングでやるっていうのは設けておくといいとは思うんですけど、できればっていう話です。はい、ですから例えばダイエットをするなら6日間カロリー制限をしたりとか、運動を一生懸命やったりとかをしたら、週の6回それをやったら1日だけ好きなものを食べるとか運動を休むとかっていう日を設けましょうというような形です。あるいは禁酒だったら6日間お酒を全く飲まないで1日だけお酒、例えばビール2杯までなら飲んでいいよとか、っていうようなことを設けておくっていうのが大事になります。なので適度に抜くっていうことをやっていかないと、例えばもうシンプルな話、コップに水注ぎ続けててもいつか溢れて出てってしまいますよね。その溢れたものが皆さんの怒りだったりとかストレスだったりとかっていう風にするんで、適度に飲むとかこぼすとかっていうことをやっておかなくちゃいけないんですよ。そういう日を設けずにただ我慢、ひたすら我慢だけをし続ける日々になってしまうと、皆さんの精神が崩壊してしまったりとか、衝動に駆られて不要な買い物をしてしまったりとか、バック食いをしてしまったりとかっていう風に、結果的に大きなマイナスにつながってしまうことになってしまいますんで、今言ったような定期的なチートデーっていうのを設けて抜け道っていうのを探して取り組んでいただけたらなという風に思います。ストレスは溜め込まないことが一番大事ですから、はい、で、どうしても溜め込んでしまいますよっていうことが続くとは思うんですけれども、その時にそのストレスが溜まらない抜け道ってねって何なのかなっていうことを考えてやっていくっていうことが大事になってますので、ぜひですね取り組んでいただけたら
ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。